さ、今日も赤ちゃんになるか。いやー、前回赤ちゃん落下して終わったからな。赤ちゃん落下して終わるっていや、笑い事じゃねえんだよ。ていうかさ、このゲーム落下とかあるんだね。落下とかあるんだとしたらよ、テディ、おいテディ、お前よ、注意すべきなんじゃないのか。落ちるかもしんないからちゃんと気をつけろよ、みたいなことを。あともう一個言わせてもらうぞ。なんかおめえ、パッケージとちょっと顔違くない？怖くない？パッケージに比べて。あの後パッケージ見たんだけど、なんか顔違くない？おお、すごい顔向いてくんな。じゃあ落ちないように頑張って慎重に行きます。これはハイハイで歩いた方がいいのかな。はい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 というテンポでね。早く歩いていこう、早く歩いていこう。危ないな。でもこれどこで落ちるか分かんない。危ない。What's that doing? おもちゃの家？なんでこんなところに？いや、この見た目でおもちゃの家かどうか判断すんの早くない？そんなおもちゃの家感ある？デディー、なんか怖いな。こいつちょっと裏切りそうだよね。例えばさ、この橋にさ、いるとするじゃん、ここに。ここにさ、3分ぐらいさ、放置してたら後ろからなんかボンって押してきそうじゃない、このデディー。なんかいつもさ、目を合わせてくんないんだよな。進んでいこう。テディ曰くおもちゃの家。どこがおもちゃの家？どっちかというと花の家だろ。で、立ち上がって開く。開かないぞ。閉まってる。登るのを手伝ってくれたら、中からドアを開けれるかも。登るの、あ、ここ開いてるってこと？テディ、おいで。よいしょ。抱っこして。かわいい。目が怖い。かわいいって言おうとしたんだけど、目が怖い。なんかもうまんまタピオカがポンポンってついてる感じ。いわゆるなんかタピオカに例える俺も嫌い。今だなって感じの俺今の例え嫌い。やめよう。囲碁の黒い方。下手。例え。ここに入れればいいのか。ああ、可愛らしいな。テディ開けて。これ開けてくんなかったらウケるよね。テディ？びっくりした。本当に開けてくんないのかと思った。Look at this place. 僕だけがこの家を支配するみたいな。びっくりした。さすがに開けてくれるか。ああ、はい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 。どこがおもちゃの家だ？何を思っておもちゃの家って言った、これの。もう一人で進むな。Listen. 聞いて。まただ。なんだ？ It sounds like ドアの後ろから近づいてきてるみたい。え？There must be a way. 開ける方法があるはず。何の話してんの？おお、一人で進んでくれ。あそこ登りたいの？何かの方法で使えるかもしれない。どういうこと？え、あ、俺もう一人で登るんかよ、お前。何一人で先走ってずっと調べてんの？会話しようよ。テディ、鍵が何かが必要なのかな。何か使えるものはあるかな。お前いい加減にしろよ、お前。お前一人で先走って一通りいろいろ見て何もなかったら俺か。すごい細か、俺は。何か使えるものはあるかなじゃねえよ、お前。お前が探してこい。なんで俺が探さなきゃいけねえんだ。これで R って返してやろう。これをなんかすんの？てか、これは結局何なの？あ、あそこに入れんのか、投げ入れんのか。あ、かわいらしい声。そのくぼみにはめるんじゃない？全然ちげえ。浮いてる。下のくぼみにはめるかと思ったら浮いてる。で、あ、これ閉じていいのかな？閉じて、閉じれ、閉じろ。よし。あ、これかな？これを多分回すんだと思う。はい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 。そうすると何が起きる？カン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 じゃねえぞ。なんでテンポいいんだ。うーんってめっちゃ押してんな。あー、これ俺も押すのかな。あれ、なんで開かないんだろう。多分一緒に押すとかなんじゃないのかな。同時に両方のボタンを押してみようか。まあ、そうする。めっちゃ待ってるじゃん。めっちゃ待ってるじゃん。テディめっちゃ待ってる。テディちょっと怖いって。怖い怖い。テディちょっと怖いから。それはちょっと怖いから。もう咳かしてる。ボタンを押してる最中に後ろから石化魔法かけられてる。もう完全に石化してる。こっちを見もしない。もう怖いから押すけど、怖いから押すけどさ、押すけど、はいはい、押すよ。
はい。That's it. やったぞ。怖かった。この金庫みたいなのが開くってことなのか。どうやら君が彼女と共有した記憶がドアを開けたみたいだ。何言ってんだお前。もしかしたらこの記憶みたいなのを見つけたら彼女のところまで連れて行ってくれるかも。記憶みたいなのって、あ、ここに入ったからあと3つ必要みたいだね。1の、あ、2の3ってことか。じゃああのこのアクセサリーみたいなネックレスみたいなのあと3つ集めろってこと。あ、抱っこする、おいで、よいしょ、さあ一緒に行くか。デディ、怖い。ちなみにこれ抱っこ離したりはできないわけだもんね。そうだよね。じゃあ行くか。登ろう。よいしょ。さあ、お別れだな。おもちゃの家。おもちゃ感ゼロだったおもちゃの家、お別れだ。登るとしよう。うわ、またこれじゃん。またこの先が見えねえ穴。怖い方の落ち方、この赤も怖い方の落ち方したぞ今。何にも見えない。その落ち方よくできたな2歳で。バブーもオギャーもエーも何も言わない。あ、でもちゃんと方向転換してる、向きを変えてる。ここはどこ、俺が聞きてえよ。なんだこれ、持てる、一応持っとく武器として。これいるのかな、いられ、そのまま進んでいく。あ、ちゃんと音鳴った。これ木琴だっけ、鉄琴みたいなやつか。進んでいこうか、そのまま。これは押せるわけじゃなくてしゃがみかな。でもなんかさ、何も言わないね、あかんちゃん。全然喋んないね。おぎゃーもそうだけど、バブーも言わないもんな。まあ、バブーって実際言わないか。なんで池袋がいるんだ。あ、いや、あ、な、な、はい、よが、な、な、な、みたいな感じか、実際の赤ちゃんは。でもあ、う、あ、う、せん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 はどこだ、せんを出せ。まあ、確実に1回は動画で滑っとかなきゃ私もやってられないんでね。うわー、あれ乗りてー、乗りけえけどジャンプねえから無理だな。ちょっと死を恐れるべきだ。2歳児は死を恐れるべきだから進んでいこう。すげえ明るいところ来たな。なんだこれ、モンハンかこれ。なんだ、うわうわ、池袋が挟まれてるぞ。あ、取れる。あ、これが邪魔になってたってことね。あ、すげえすげえすげえ、乗っていい乗っていい。どういう世界観のゲームだこれ。大冒険、大冒険してるぞ。すっごい大冒険してるけど。こんな進んでっていいの。一応これ、そう、これガチガチのホラーゲームらしいんだけどさ、これ俺がやってるからホラーじゃないの。これホラー要素今のところゼロだよな。うわ、あっちを見て、他の記憶があの橋を渡ってるみたいだ。なんだその表現は、アーティストでも言わねえぞ。記憶が橋を渡ってるって、ポエマーでも言わない。テディお前独特だな。こっち行っていいのかな。なんか行けそうなところ全部行っていっていい。すごい、歩くたびに花に光が咲く。なんかちょっとさ、ディズニーとかでありそうなストーリーだよな、こういうのって。赤ちゃんとさ、相棒のクマみたいな。あー、なにこれ、こっちいいの、落ちるよ。あ、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 どうですかこのゴミみたいなリアクション。いらないでしょう、心底ゴミみたいなリアクション。いらないでしょうこれ。本当にいらないでしょ。このタワーを登る方法、これがタワーなのか。俺の思ってるタワーとだいぶ違うな、高さが。そしてこれは何だい。あれ、これさっき見なかった。記憶を用意させるには X キー2個あるね。あ、これなんか使うのかな。とりあえずこのタワーを登る方法、ここに登ればいいってことか。よいしょ。で、進んで、あ、そういうことか。うまく使うんだね。はーい、チーソー。は？どういうこと？あ、わかった、これだ。あー、ってことは、あと1、2、3、4個、めんどくせ。あ、めんどくせっつっちゃった。めんどくせっつっちゃった、普通に。普通にめんどくせっつっちゃった、今。いや、4個ね。4個集めてこよう。いや、でもめんどくさくない、こんな広大な力さ、集めんのって絶対めんどくさいよな。でも探すけどね、ちゃんと。ちゃんと探しに行ってくるけど、ごめん、あの、迷ったらところどころカットするわ。迷ったらね、多分迷わねえとは思うけど、なんだかんだルートは示されてると思うから、こっち行けんのか。あ、この完全に怪しい小屋があるね。
怪しすぎる声に入るとしよう。ここにもあるんじゃない。はい、やった、早速1個見つけた。1個どんだけ OK。 そしてこれで閉じ込められた。テディ、テディ、こういう時どうする。テディ、おい、テディ、お前肝心な時使えねえな。テディどうすればいい。しゃがむ、一応開く。え、なんだ、何の音だ。あ、開いた、誰か開けてくれた。気をつけないと、お前ぶち殺すぞ。テディ、お前いいかげん、お前、おい、お前何か気をつけないと。お前一緒に行動してたんだから、お前も気をつけ。はっきり言うけど、うるさいのお前だからな。こっち赤ん坊としてはもう理解力おぎゃ状態なんだからさ、理解力おぎゃで頑張ってんのにさ、お前テディ一人だけ喋ってるだけだからね。ちょ、こっち開いた、進んでっていいのかな。これ滑り台は、おお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 進もう進もう進もう、いけいけいけ、いっちゃいっちゃいっちゃ。あ、またこれだ、コンベアだ。赤ん坊にしてはちょっとこのコンベア乗るさえ怖いけどね。あ、なんか絵描いてる。ジャンプするってこと。乗って乗って、あ、なんかこれここの上に立つと動く。引くほど反応がねえぞこれ。こっちいけんじゃねえのか、普通に。普通に行けんな、こっちに。あった！あった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 。はい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 。で、取ろう。いいね。動き出す？あ、動き出した動き出した動き出した。こっちもなんかさ、座れそうな感じあるよね。おーおーおー、袋が急に、おーおーおー、ちょっと、この近距離で見る袋はなかなかの強烈、インパクトがあるな。で、普通に進んでいくか。帰って、あ、いいね。なんか一個のルートでこんなにサクッて一個取れるんだったら簡単だね。走ろうぜ。へへへへ。なんだなんだ、頭が痛い頭が痛い頭が痛い。なになになに、なに、なに、あ、なんか、え、めっちゃ巨大な足跡出てる。うわ、27.5cm ぐらいの足跡が出てる。いや、もっとでけえな、これ。40cm。いや、50cm はあるか。足跡の考察してたらいなくなった。まあいい、ほっとこう。あいつはあいつの生活があるってことだろ。じゃあこっち進んでて別ルートだね。あ、なんかタイヤみたいなのが引っかかってて、あ、ここに入ってて開けれない、この岩が邪魔。あ、わかった。ここに、これは乗った方がいいのかな。乗ってこれをうまく外すのかな。天才だな、2歳児、2歳児か、本当にお前。ああ、落ち落としちゃった。お前、2歳、お前、何回か転生してないか、人生を。お前、中身意外と43歳とかなんじゃないのか。だから、お前、バブーもおギャーも言わないんじゃないのか。ここはそうだな。多分、このタイヤを外して、みたいなことを心の中で思ってんじゃないのか。そして、これを、あ、待って、開かない。開けて、開けて取る。クソ、開きっぱになれ。開きっぱ、よし。で、取る。OK。で、これで3つ。何、エビシマトっつった今。エビシマト？あ、なんか動いてるな。前のシーソーみたいなやつが、乗り物。こういう乗り物もね、ちょっと、あ、止まった。近づくだけで。あ、なんかお前、テディと同じ目してんな。裏切ってきそうだな。ということは、もう一個ルートがあるから行っていこう。これ雰囲気が確かにさ、ちょっと苦手な人は無理かもね。怖ってなるかも。これ引けばいいのか。こっち、こっちも動かせる。あ、動かせた動かせた動かせた。でっかい動かしたね。で、しゃがみ。あ、いい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 。あ、急に暗い、ホラーになってきた。ごめん、俺めっちゃ進むから。キヨさん、ちょっと進むの早いかも、怖いですっていう人いるかもしれないけど、先に言っとく、俺めっちゃ進むから。なぜなら俺は怖くないから。え、ドクンドクン言ってる。おい、今右下に手映ってるじゃん。これ赤ん坊の手だとは思えなくねえか。やっぱこいつ、ちょっとこれ2歳おかしい。これ2歳の手じゃないぞ、絶対。落ちていいのかな。
テディお前押すなよ。テディ押すなよ。絶対押すなよ、テディ。テディ。絶対。テディ押すな。わあ、くだらんね。一人でやってて楽しいか、これ。あ、閉じ込められた。閉じ込められた。テディ、お前のせいじゃん。ちゅうか、テディは、あ、そっかそっか、テディいるのか。テディ、一緒に行くぞ。お前、こういうさ、ちょっと怖い暗いところだったら、テディ、お前もっと話して盛り上げろ、お前。怖くないよ、大丈夫だからさ、みたいなこと言えよ、テディ。お前、何無言貫いてんだよ。ゾッとする場所だな。君のママが無事だといいんだけど、無事なわけねえだろ、お前、こんな目にあってんだったら。あ、もうマレフィセントじゃん、これ。マレフィセントの汚い木みたいなのいっぱい生えてんじゃん。で、あった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 。大丈夫か、慎重に行けよ、慎重に行けよ、慎重に行けよ。落ちんなよ、絶対。うわ、マジか、このパターンか。こうして慎重、取ったらすぐ戻ろ、取ったらすぐ戻ろ、取ったらすぐ戻ろ。はい、え、なにこれ。袋取ったら袋出るっていう、その意味のわからないシステムなんだ。で、あぶあぶ、落ちる落ちる。テディ、いや、よく頑張ったねぐらい言えよ。テディ、なんでお前人の実績がちょっと不満に思うタイプなんだよ。あー、はいはいはい、これ外してこのまま。ああ、久々のシャバの空気だな。待て、俺あと何個集めればいいんだ。何の音、何の音、何何何、今何の音だったの。何かを引きずってる音だったな。なんかスコップかシャベルかをなんかさ、地面にズザズザザってずっとそれを引きずってるような音が聞こえたけど。あ、スコップある。え、このこういうのも必要あんのかな。でもとりあえずこのシャベル持ってこう。このシャベル喋んねえかな。喋るだけに。なんか空気感が俺を殺そうとしてた今。はい、走ってって走る。あ、どうした。あ、これ走ってると転ぶとかあんのかな、もしかして。で、立ち上がれガンダムで、今は、あ、4つあるからもう全部揃ってんのか。おー、この陣形、この陣形を騎馬戦、騎馬戦でしか見ないぞ、この陣形。騎馬戦だな。フクロウたちもちょっと楽しみがあるんだな。騎馬戦軍団、ごめんな、突っ込むぞ。で、これで多分シーソーが重くなったからこっちから行けるようになったってことなんじゃないかい。ここは登れる、登れるね。はい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 、もうわかる。もうここまで来ればこっちのもんよ。テディ、お前の求めるタワーへ来たぞ、俺は。この2歳児1人の力で。テディ、お前は正直何もしてないからな。なんか要所要所で気をつけな、ママは大丈夫かな、ここは何なんだろうっていう、誰でも言えるようなことをテディはひたすら言ってるだけだからな。そして肝心のタワーに来てテディ一言も喋んねえな。なんか緊張してんのかお前、ここに対して。めっちゃ上来てる、これ合ってる。おお、シャレオツな、シャレオツブリッジに来たぞ。袋をいっぱいいて、これは持ってる、持てる、これ持ってこっか。で、チャーリー、錆びたチャーリー、これチェーン外れてそうだな、ちょっとこれ持ってこい、一応。このシャベル喋るかもしんねえからな、シャベルだけに。うわぁ、こんなの、女の子隣に。うわぁ、2歳の赤ちゃん、女の子の赤ちゃん、隣に歩かせて、イチコロだろ。見て、みたいな。ほら、月が綺麗だねって。いや、君の方が綺麗だよ。うわぁ、2歳の赤ちゃん、そんな会話したらモテるなー。でも俺はそんなことやない。もし俺が女の子と歩いて、見て月が綺麗ねって言われたとする、俺はこう答えるね。あれ、月多くね、これでイチコロだろうなー。月多くねっていう、誰も目のつけれない、そこに俺は目をつけるからな。そして謎ゾーンに来た。悪い、スコップ、いや、お前はやっぱりついてきてくれ、スコップ、スコップもう一回お歌を聞きたい？これで最後よ。聞いたらおねんねよ。あ、記憶のところに来た、また。歌。歌はねえんだ。全然歌わねえな、こいつ。もう一回お歌を聞きたいで。で？あ、これも記憶のアイテムなのか。あ、そういうことか。アクセサリーが全部じゃなくて、ペンダントが全部じゃなくて、今までの記憶みたいなのが商品、商品とかだって。それはおしゃれ。え、めっちゃおしゃれじゃん、この端。
うわこれも俺女の子と渡ったら言うね。うわなんかこの足音が出てて綺麗だね色もみたいなことで女の子が言ってきたとしたら俺はこう言うね。なんかこの足クーピーみたいじゃない。うわークーピーっていうワード、笑ってくれた赤ちゃんが俺のクーピーっていうワードに。これ言っていいのかな。とりあえずこれ持ってっか。これ持ってよいしょ。で登ってこれを持つぞ。よし持って、いや持ちて、これ持ちてえな。よし持って落ちるか。危険だぞ、スコップ持ちながら落ちるって結構危険な落ち方した。手が残ってる。これでまた新しいストーリーに進むってこと？ペンダントだもんね。おーおい、大丈夫かい？大丈夫だよ。え？あれ？ Whoa. What is this place? あ、うん？ペンダントになったってこと？どういうこと？これ進んでいい？ちょっと、え？ちょっと待って、オルゴールは。What's that doing? いやもう、同じこと言って、ちょっと待って、嫌な予感するんだけど。おい！ちょっと待って。おい、スイッチでありえんのか、おい！このバグあんのか、待って、これバグなんじゃねえか。いや、待て、まだバグというのは早いな。夢の中の世界だから、もう一回ループしてるとかがありえるかもしれない。ちょっと俺はちょっと待って、先走ったかもしれない。それに関しては失礼。縛ってる？登るのを手伝ってくれた中からドアを。全く同じこと言ってるね。全く同じこと言ってる。だから、はい、行くよ、デディ。で、これでテディを中に入れる。ここまでは全く一緒だね。ただ、この中の、一回俺は入れたわけじゃん。このペンダント、あのカプセルみたいな中に。そこに入ってなかったら、もう完全にやり直しでバグになりますけどね。頼むよ。おい、おい、勘弁してくれよ！ええー